珍しくマクドナルドです。クーポンを使ったのでポテトが150円で非常に大きいです。映画の券を使ったので映画館の割引でこのジュースはタダです。つまりこれで150円になってるわけですけども、これを見て何か皆さん思いませんか。蓋がついてました。この上にプラスチックの蓋が、ストローがついてました。この紙まで、まあ、本当はいらないんだけど、これも、まあ、何枚かもらいました。それけど持ち帰りじゃないんですよね。もうすぐテーブルへ運んで飲むようなもんに蓋なんかいるかな。コーヒーなんかでもマクドナルドって必ずこの蓋がつくんですけども、蓋いらんよって言ってで、まあ、外してくれますんで、ストローも使いますかってことなんですよね。非常にもったいない、まあ、そんなこと言うたら紙もったいないですよ。これももったいないんだけど、できるだけね、いらんもんをなくせないか。それは消費者の方でいらんよって言うて言うていかなければなかなかなくせないと思うんです。海洋ゴミのプラスチック汚染なんかが非常に近年言われてます。でもこんなもんはもう10年以上前から言われてる話なんですよね。やっと日本が少し言い出した。そういう中でまだストローがついて、でプラスチックの蓋がついてるマクドナルド、ストローをなくしたところもあれば足のストローに変えたり紙のストローや植物繊に変えたりしているところもあります。普通に皆さん買うときにこのプラスチックの蓋いらんよ、ストローいらんよって言ってみんなが言えばマクドナルドも気付くんじゃないですか。消費者がそういうような要求を出せば店やメーカーは変わります。消費者の意識が変わらないからこそ日本の環境汚染、日本がプラスチックのゴミをじゃんじゃかじゃんじゃか出すということをやってるということをこのマクドナルドの蓋やストローからまた考えるということをお伝えしたいと思います。